では、自然言語処理研究室の多田が、この日お題の論文を発表させていただき、紹介させていただきます。本論文は、今年の、バイオ NLP ACL と同時開催されているワークショップの論文になります。この論文では、中国語の、医療文書を、診療記録ですね、臨床記録から、エンベディングを接するという、論文なんですが、単語エンベディングっていうのは、バイオメディカル分野で、先ほどの、バイオ NLP もそうなんですけど、なんて言いますか、ここにある通りなんですけど、有望な結果っていうのが、得られています。ただ、中国語の、臨床記録っていうのは、やはり文書の性質からプライバシーに関する、懸念があって、使用っていうのがかなり制限されています。なので、そのため、どうしても遅れが、もう英語のテキストと比べて遅れがあるっていう現状があります。で、中国の、臨床記録から、エンビニング、単語埋め込みを、学習することっていうのに焦点を当てて、この論文は、書かれています。で、この論文での貢献は、より良い、学習、エンビニングの学習を、するためのドメイン内およびドメイン外のデータ結合方法の提案、先ほど、触れた通り、ドメイン内の、テキストが、使いにくいという状況があるので、ドメイン外の文書も使おうということです。はい。で、追加の、標準的な医学用語データセット、これは評価用のデータセットを用いて、作った単語エンベディングを評価するという評価方法も提案しています。また、訓練時に、イーサンプリングの選択、サンプルの選択と、適切な量、ただ多いだけというわけではなくて、適切な量の外部ドメインデータというのを使って、エンベディングの質を向上させたというものになります。で、この論文では、エンベディングの生成法、学習方法に、スキップグラムを使って、学習していきます。で、スキップグラムでのトリーニングサンプリングの生成はこんな感じで、左が、クリニカルのテキストになります。で、ここから、これだと、色がついてるんですけど、このようにトリーニングサンプルを出していきます。これは一例になります。で、中国語の臨床記録、日本の臨床記録も、そうだと思うんですが、簡潔というか、報告書的な性質もあるので、簡潔に書かれています。で、ただ、症状と病気は、一定の相関関係を持つという形になります。病気から、症状が分かるので、これは、それはそうかなという感じもあります。一般的な、ドメインの、単語に、医学的な語との類似または同じ文脈の語があるっていうのが、中国語の、臨床記録の、特徴のようです。で、単語埋め込みに、これは単語、エンベディングを行う際に、障害になるという筆者らは触れています。で、ここで中国語の、エンベディングを生成する、臨床文書からの、エンベディングを生成する、学習する、時の主な課題っていうのが、医学的な単語と、一般的なドメインの単語をちゃんと、明確に区別するっていうのが、この、中国の臨床分野 では、課題になっています。ここで、先ほど挙げた2つのターゲットワード間の、明確な区別っていうのは、その差分差異を示すコンテキストっていうのを含むワードが、必要となります。そこで、ドメイン内のデータに、ドメイン外のデータを、追加して、中国語の、臨床記録から、単語エンベディングを学習することを容易に使用できるのではと仮定しています。で、この、論文で、組み合わせることで一般的なドメイン用語の文脈語の多様性を向上
するとともに、医学用語の文脈を損なう副作用っていうのが、確認できなくというよりは、まあ、現れなく、まあ、より優れた、まあ、ワーデンビリングができたという、ことです。で、ここで、まあ、ランニングのプロセスなんですが、まあ、前処理は、まあ、スタンフォードコア NLP ツールの、まあ、最新バージョンを使って前処理をして、まあ、学習、まあ、こちらのあるツールを使ってワード、ウィンドウサイズ5、まあ、GS200 っていう、まあ、設定でハイパーパラメータで行っていきます。ここで、ドメイン外のデータには、医学用語がないという仮定で、中国の、まあ、医学的な単語の概念の類似性尺度っていう CMCSM というものを用いて評価を行います。で、先ほど、触れた、こちらの、類似度の尺度っていうのが、こちらの式になります。で、これは、まあまあ、医学語の、まあ、データセット Cの、同じレベル階層における医療語グループ N というような形で、評価式になっています。で、ここで、まあ、類似度、単語の類似度っていうのは、コサイン類似度を使って、類似性を求めていきます。で、使用する、まあ、データセットはこちらになりまして、まあ、一番上から CCRD っていうのが、まあ、中国語の、臨床記録のデータセットで、まあ、ODD っていうのが、まあ、ドメイン外のデータセットになります。で、TSMD、すいません、 SMTD というのが、まあ、シェアドタスクと、まあ、WHO の、出している、まあ、医療用語のデータセットということです。で、まあ、内部のサイズ等に関してはこちらに表にある通りです。ここで、まあ、スキップグラムを適用して、まあ、先ほど の中国語の臨床記録のデータセットで学習して、先ほど上げさせていただいた式で評価していきます。で、類似度を求めて評価していきます。ここで、異なるサイズからのデータセットの、効果っていうのを評価したいので、まあ、中国語の、臨床テキストから、まあ、5つのサブデータセットっていうのをサンプリングして、学習を行います。で、その、通りは、こちらにある、まあ、10% から 80% のものになります。で、この実験から、まあ、ドメイン内のデータのみを使用する場合は、まあ、トレーニングに、まあ、がより大きな、データの方が、いいっていうのと、まあ、有益なサンプルを選択するっていうのがいいと、知らはしています。で、こちらは結果になります。で、ここでは、10回繰り返し、実験をして、まあ、平均をとっています。で、横軸の、10% から 80% は中国臨床テキストをどのくらい使って行ったかというものになります。で、そうですね、やっぱり多ければ多いほどいいかと向きや、まあ、意外と、ばらつきがあるような結果になっています。で、先ほど、内部の、メインの、データセットと外部のデータ のデータセット両方使うよということだったんですが、まあ、その組み合わせを行って、まあ、内部と外部のドメインのテキストを使って、実験をした結果が、こちらになります。で、こちらので、まあ、左側は、まあ、もともとドメイン内のテキストをどのぐらい使っているかというものになりまして、横軸が、外部ドメインのテキストの量になります。で、まあ、より多くの外部ドメインのデータが、まあ、継続されると、より埋め込みエンベディングの学習がされます。まあ、最良、一番いいのが、2-60 とか、9-40とか、このあたりですかね、が、特にいい結果を出しています。
で、データが多ければ多いほどいいかというと、まあ、意外とといいますか、まあまあ、量が多くなるにつれて、まあ、スコアが下がる部分もあるので、まあ、あの適正な量のデータセットっていうのが必要だということが分かります。でこちらの実験の結果から良好な単語ベクトルを学習する方法に関する既存の研究の大部分は、これまでの研究ですね、先行研究に関してはいろいろな研究が行われているんですが、どうしてもドメイン内のデータだったり同じ領域内のデータを使っているってことが多くて、まあ、この結果からまあさらにいろんな面のデータを使って、研究していく必要があるということに触れています。でまた、この今回の論文での実験の結果から、まあ、ドメイン外のデータを用いて、まあ、中国の、臨床記録から、まあ、より良い単語ベクトルを学習する方法を、まあ、提示しました。また、適切な量のドメイン外のデータっていうのを使って良好なトレーニングサンプルというのを選ぶことで、まあ、単語ベクトルの、質を向上できたよということを報告しています。以上で発表を終わります。